源流？あかりは、あかりはどこにいるんだってばよ。こんなはずでは。クロマ！どこだ、アカリ！アカリ、アカリ！おい、まさかあれって。すまないアカリ、俺はなんてものを復活させてしまったんだ。答えろよクロマ、あれはなんだ、アカリはどこなんだ。あれが交流の真の姿、あれが明かりだ。え、そんな。どうすれば明かりを助けられるんだ。なんかないのか。こうなってはあれを止める手段はない。見ろ、あの様子を。もはや明かりの意志は交流に飲み込まれた。明かりはいない。俺はこれまでどんな迫害を受けようとも耐えてきたつもりだ。明かりがいてくれればそれでよかった。クロマ、幼くして両親を亡くした俺にとって明かりの笑顔だけが俺の生きがいだった。ただ頭に角がある、それだけの理由だ。明かりは意に嫌われ、石を投げられた。俺は明かりを守って決めた。そしてどこかに来て、俺たち兄弟が普通の暮らしをできる場所があると、旅を続けた。そんな場所はこの世界にはなかった。誰一人として俺たちを受け入れてくれる場所だ。それで世界そのものをなくそうと考えたのね。その結果がこれだ。明かりを失った今、生きている意味がない。なあクロマ、人に嫌われるってすっげえ悲しいよな。うん、寂しくて辛くて、自分はもしかしたら生まれてこない方が良かったんじゃないかって。でもな、諦めないで頑張ればいつかきっと自分を認めてくれる仲間に会える。さっき見ただろ、俺の中にもキュービっていう化け物みたいのがいる。だからみんな俺のこと避けてたけどさ、俺が本気でぶつかっていけばそれに応えてくれる人がいて、だんだん増えて広がって、いつの間にか大勢の仲間ができる。だから俺は絶対に諦めねえ。明かりを助け出してみせる。竜の刃が分かつのは光と人と力なり。今の声は何？達城の民が伝承している古い歌の一節だ。お前の持っているその竜神が。ああ、
明かりを助ける唯一の武器だってばよ。